皆さん、28年前、1992年、平成4年2月、中国共産党が支配する中華人民共和国、中国は領海法を制定し、ここに尖閣諸島を中国の自国領と明記しました。この年の10月、天皇、現在の太上天皇明仁陛下が中国を訪問。この天皇中国訪問は、中国が領海法に尖閣諸島を中国の自国領と明記したことを、日本が黙認したことになったのです。中共ウイルス、疫病が感染拡大蔓延したこの非常時、この非常時でも中国共産党の公選会計は、日本の尖閣諸島領海を日常的に侵略侵犯しています。中国共産党に隷属な安倍政権、そしてこれを引き継いだ菅政権は、中国共産党の尖閣諸島侵略を黙認放置するどころか、尖閣諸島領海から日本の漁船を排除しているありさまです。直ちに尖閣諸島に自衛隊を駐屯しましょう。もちろん武力衝突は覚悟の上です。アメリカは日本を守りません。このような中国共産党と共存できますか。このままではこの先、日本は中国共産党に支配されてしまいます。皆さんはいかがお考えになりますでしょうか。